これはちょっとさあの開始いつもぬるっとしちゃうじゃん、うん、もうあのー、ポッドキャストシステム採用しようと思いますもうどちらかが本番5秒前4,3,2で始めるそれも収録入るのまあ入れなくていいけど、うん、いいけどちょっとわかんないじゃんなんかい,<や>いつ始まったんだそ,、まあ、そ,うそれはそうなんだよそうだよね、うん、<laughs> そうだよね もう2年やってんだけど 2>, <laughs> 2年やってて <laughs> 頭が分かんないんだよね、うん、もう2年やってんだけどもうようやく採用しますこれを、はい、これ必要なんだなと思って9度やって要よいや本当にそうだと思う、うん、本んにそうで1回やってみよう、はい、これじゃあ俺やってみるからさ本番5秒前のやつやるからさサマちょっと入り始めてみてよはいじゃあきます本番5秒前4 3 2

今ね、もう80回目にして、ようやく頭どうするみたいな話をしてましたよ。いやもう何ですか、<laughs> このテータック、ボンクラクズ番組すぎる。ボンクラクラズ番組すぎるぞちょっと、4 3, で、3 <laughs>、まあ、2、<laughs> 2、1、4、3、2、1、4、3、よ3、2、僕らオンラインでね、基本撮ってるんですよ、ね、音質のいろいろとかこう考えて、おのおののマイクで、うん、撮ったものを根本くんが巻いて。 編集しててくれてるんですけど今ね皆さんお聞きかもしれないですけど頭その入りがいつもこうもう2年弱やってきてねてあのなかなかこうぬるっと始まるから、うん、ちょっとちゃんとこうそうよいラジオっぽくやろうよ。 っていう提案をして。いやいやいや、その5秒前って言うと5秒前分かるけどさ、2、1、今無音で君始めたけど、それ分かんないよ。会ってないんだから。現場にいないと分かんない。俺、2、1って指やってたけど。いや、現場にいないと指やってても、見えねえって。そうだね。2、1、2、1あるなって俺は思って、ちょっとその感じで今、入ってるうん。さ。そうです。 はい、根本です。お願いします。はい日々の取るに足らないことを喋っています。<laughs> 深谷大工でございます。いやいいね。根本君の、なんか、いいね。そういうちょっと人間味があるところ、久しぶりに見たな <laughs> どう。ちょっと抜けてるところですよ。あそうなんですけど。あ梅雨入りしたよ。梅雨入りらしい。<え>これ、梅雨入りなのか発表してた。うん、梅雨入りしてたですね。これは気象庁が発表しました。 だ結局さ、その梅雨って6月のイメージあるけどさ、うん、7月なんだよね。うん、いや、そうなんです、7月ね、頭ぐらいまでね、やってるんだよね、これね。そうなんですよ。結局さ、7月だし、梅雨は7月だし、夏は8、うん、9月なのよ。いや、わかる。8、9月まで夏なんだよ。<laughs> 8、9月なの,のよ、夏は。そうなんだよ。 そうなんだよ十11月頭までちょっとまだうん暑いっていう暑いうんうんなのよまだ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 みたいなそうところありますからね急には2月なのよね冬は2月なのよ冬は2月なんだよね冬はねちょっとね12月なのそうなんですそうなんですもう今の日本は1112じゃないわけうんとねこれ聖書なごんさんもねちょっと 悔い改めてもろってってところなんですけどもんならもう、はいはい、春は3月だよね <laughs> <laughs> そうだねもう4月さ20度超えるからね、うん、全然そうだったねクッソ8みたいな日あったもんな4月まあでもそう考えると初夏5月は、うん、合ってんのよまあ確かにそう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 それは合ってる なんていう、まあ、この天気デッキでちょっと攻めてみたらいつものね、<laughs> これでね、5分間攻めるのがね、いつものあれなんですけど。天気デッキね。いやー、まあ、どうですかどうせ。うん、ああ、はい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 。始まりましたよね。始まって先々週。先々週か2週間 ?2 週間経って。うん。うん、まあ、そうっすね。あの、まあ、普通っすね。<laughs> <laughs> 普通っすよね。 まあなんだろうその大きな変化っていうのはないんだけど正直あのちゃんとご飯を食べるようになったなうんめちゃめちゃ大事だしめちゃめちゃいいことそ,うだ、ね、それが一番変わったかもしれないその夜適当に食べるみたいなことがまあなくなったかなっていうなくなるんだよ日高屋を行かなくなるって結構これ本当にあるんだよ いやそうでも外食してないもん,うんマジでこれで、ね、大きな変化だと思いますよなんか同性あるあるな気がするそうね、うん、いやあのーねうん、はいはいまあコミったご相談というかおいなんだ、まあ、根本くんちどうしてんのかなみたいな,な,なはいはい でしょうまあ別に根本君に限らずねこの今もう聞いている皆さんにうんちょっと尋ねたいこの時期ならではの家出の悩み、うん、何があるんだいやあのさはいあ出たねコバエはね出てますねうちも出るよな出ている いやあのね僕そんなに出てなかったんすよ正直ここ12、うんうん、年ぐらいそう、ねうん、まあ別にそんななんか湧いてるなーみたいなのなくてでも今年、うんうん、なんかやけにいるなーっていうこれうちも今年なんですよね突然。 これな,なんでななのここれこれんでだと <laughs> でどうしてんのかなーみたいなあのさ網戸にさ貼るコバエ追い出しやつみたいな<お>謎の四角いやつはあれ去年貼ってて間違いなく効果ありましたああ効果あるんだでもさそれでさっ外から入ってくるのをそうだね防ぐっちゅうやつよねちょっと揺れてんな自信が。うん 揺れてますよね,揺れてたねちょっとねち,ょちょいい気持ち悪いでうーんまあそれはねそう外から入ってくるコバエとかは大丈夫なんだけど、うん、家の中で沸くやつはいもうこれはもコバエワンプッシュを買うしかないあコバエワンプッシュなんだコバエワンプッシュ買うしかないっていう結論に今のところ至っているそれはもう狙って噴射すんの それともあれそ、ね、なんかそもそも部屋にこうプッシュしとけばいいみたいな話いやあれ割と狙わないとやっつけれないんだけど結構範囲広いあのあほ補足範囲割と広いあそうなんだ一回プッシュッのそうそうそうだから結構天井に向けてやるといなくなるっていうことな、ねえーうんですへえいやーなんかまあその家でこう食べる機会が増えたってね今さっきも言ったけどはい、はい、まあだそれも多分関係しててうん やっぱ生ごみとか絶対そ,うそうね絶対そうあのやっぱこう細かくこう袋に袋を入れてねみたいなうんわかるよ細かくやんないとダメだなみたいなのがちょっと思っててさいや人と一緒に住むと増えるごみの量やばいよなそうねビビるよなビビる<れ>うん、うん、でもなんか生きるってごみ出すことなんだなって思うもん思うね思った めちゃめちゃ思った記憶あるそうなんかさコロナの時、うん、本当にそのコロナやべえマジで外出ないようにみんなしましょうみたいな自粛の時あったじゃん、うん、あったねその時本当に僕も家でずっとこう <laughs> 一生をパスタの YouTube を見ながらパスタを作ってる時期がはいはいはいあったんだけどはいやっぱその時もさ1週間ぐらいさやっぱたったらさゴミすごい量なるもんね <laughs> なるしなるなる ゴミ箱がパンパンンになるスピードどうした,みたいなうてかさあの集積所もさ <laughs> パンパンになるじゃんあ,そう、ね、あの時期、うん、俺それ見てさうわすげえなんかこんななるんだみたいな、うん、なるんですよ思ったんだよねでまあまあちょっとまあどうしよっかなみたいなのをちょっとまあ昨日話しててはいはいはいまあまあまあゴミはね、まああのー、すぐこう捨てるっていうのはもちろんそうだねそうんだねどうだ もう家の中にいるやつをどう倒すかみたいな、うんうん、そうねなえ結構いる、まあ、俺ジョージ1匹いるかいないかぐらいなんだけどいやあれさゴキブリとかさ <laughs> はいはいあのほ家に1匹いたらいや実は56、うん、匹紛れてますみたいな言うじゃん、うん、言いますねでもさ、はい、実感ないやん別にうん小はさん 1>, 1匹いたらさ10匹はいるなって感じすんだよね <laughs> ああそうだね やってもねどうせいるだろうみたいなそう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 ,そう,そう隠れてるやついるからなそう付化してないやつとかなそう、うん、そうなんですよいやーどうしよっかなっていうねうん、うん、まあまあ、まあ、でもとりあえずワンプッシュは効くのでこれはもうマストで買わないとダメですねああそうなんだワンプッシュは置いてますねもうリビングの,あのテーブルの上に置いてあるね テレビ見るそうでは今ちらついたなってなったらプシュってやってごまかしているほうそうもうそれぐらいしかできないアース製薬に頼るしかないそうだよねお前いやだからさいや買ったんですよ昨日あ買ったんだ買ったのよ一応あ,あなるほどねうんいで、はい えなんか、うん、その,その,そのまずさその探すのが嫌じゃんそうそうなんですよそ<の>探さないといけないい,いが嫌じゃんなんかもう、うんうん、嫌な気持ちになるじゃんなんかそ,、ね、そこに神経使ってるのなんか嫌じゃん、うん、バカバカしいバカバカしいでしょあれバカバカしいよ,そうだ,よだからあのなんかもっとこう楽して 勝手に死んでてくんねえかなみたいななんかバルサンみたいなのないんかね小林っていやーだからそのねあのー、バルサンちょっと今検証してるんですよあのー、おうおう実はねはい、はい、昨日その蚊取り線香を買ったんですよへえあんまり買ったことない蚊取り線香蚊取り線香ってさ実家で使ってた、はい、いや使ってないねー あのさちょっとさターコイズグリーンのさあいつ半球型のあいつは使ったことあるあースノーマットそうそれ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 ああはあは。かとりせんこうは使ったことないかもうんうんうんあのうちね実家結構カトりせんこあっそうなんだてはいはいであのー、なんだろうな ちょっとねまあ確かにタクト虫いなくなるなみたいな<ー>、うん、思っててさはい、はい、あのこれでまあみんな死んだら楽だなっ <laughs> て思ってハエ <laughs> もね蚊もねそう,そうそうそう <laughs> 買ってみたんだけどなんかねこの諸説あるらしくて聞く派と聞かない派があるのよ。 いやーちょっと分かんないね検証中ってことだもんねそれこれさどっちなんだえ、ね、香取先行いやー虫よけ虫よけだもんねコバエそうそうなんだよ小バにも効く、うん、っていうサイトも出てくるどうなんだ多分聞かなそうなんだよ <laughs> 聞かなそうなんだ <laughs> もうすでにああそうえ <coughs> 分かり始めてい,るいやでもしかしね、うん、あのー、カトリセンコスを使ったことにより、うん、やっぱこう実家を思い出すわけよ匂いがああいや確かに、ね、夏の独特な夏の匂いするよねそうそうそう独特な夏の匂いするでしょう、うん、来たっていう、うん、分かりますけど昨日めっちゃ落ち着いちゃったもんね家で <laughs> なんか実家のベッドで横になってる気分になっちゃって本当に <laughs> カトリセンコに散る効果を得ている。 それはめっちゃなんか夏の実家ちょっとまあ昨日涼しかったし窓も網戸にしてたんですけどいやーなんだこれはみたいな別の効果をこうねえ肩り線香実家で使ってた人はね 思い出すわなでもねあ,れやっぱある程度実家の家とさ、うん、こっちの東京の家じゃ広さが違うじゃないそうだよ、うん、やっぱりねこうちょっとやっぱ強いわあっと匂いとか煙がうん、うん、そうだよね強えちょっとこっちでねやるにはねうん一応その縁側なイメージあるもんねあれねそうそうそうかメインの<な>メインの部屋で炊いてて あ隣の部屋の寝室でよくこうゲームとかパソコンとかこういじってるんだけど部屋が違くたってうん、なんか食らうんだよねやっぱりあ強いんだそんなに来るんだ、うん、そうちょっと後半なんかなんかちょっと決まりかけて本当に <laughs> ちょっとむせるなぐらいのところ超え始めてるて、うん、そ,うそうそうそうやばいや、うん、やばいではい、はい、でもまあ匂いはいいなみたいな、うん、まあまあそんな 初夏を過ごしていますねね私はね生活してんななんかそのコバエに効くアイテムとか,なんか楽にやっつけられるものがあれば教えてください教えてほしいマジでバナナとか買うと無限湧きするからな今本当にやめてほしいあそうなんだうん俺バナナ好きだから買うんだけど、うん、あ湧くねそこから湧くか湧きますうんこれなんとかしたい ねえ確かにね<え>めちゃめちゃ生活してるわめちゃめちゃ生活してるだろう佐野くんが,が生活している、うん、佐野くんって生活感ないってよく言われない言われます、うん、言われますよね、うん、休みの日何してるのとかそう何食ってんのとかそうそう佐野くん <laughs> <laughs> の生活想像できないってよく言われない,ない、うん、まあ俺もそうなんですけど いやー生活してますね。なかなか生活してますよ。<laughs> もう。そうだよ。まあちょっと今週、まあ、昨日、昨日か。昨日ちょっとあの、うん、僕の彼女はあの今実家に帰ってるんで、本当に久しぶりの一人の土日なんですけど、今週は。いや、だその辺もあって、まあ向こう実家帰ってて、僕も蚊取先行で、こう、ちょっと実家帰省した気分になってね。<laughs> はいはい、確かにああんかいいなとたまには家に帰りたいなって僕、うん、もう帰りましたけど、うん、5月末にねうん、うん、なあっていうね1一人で過ごしている時、うん、ラーメン食べに行かないまだその境地に達してないいやラーメンは食った食ったよね食うんすよ <laughs> あまあでもねも食べるんすよね 余っているご飯と常備、うん、してあるカップラーメンを食べてこんなんでいいやなみたいな、うん、そうなんです、うん、1> 1人になるとね途端にどうでもよくなるそ,のそな、ね、食べることが、うん、ラーメンとかになっちゃうってうあるあるだと思うこれ同棲、うん、してから気づいたな一人でいるとどうでもよくなるどうでもよくなるねいやあるなめちゃめちゃあるうん いや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 、まあ、そんなこんなで、そんなこんなで来週ですよ。大会。大会です。大会。はい。大会ですか。大会です。板橋です。何のモルックです。モルックなんだよね。<laughs> モルック、ジャパンカップです。やってる <laughs> えーっとね、やってはいますよ。やってます、ね、やってます。 はね先週大会出たわあやってるじゃんそれはやってるよやってるほらねやってないやってないとかできてないが正しいまあまあ別にそうねあれ結構ねその結構よしやるかって思わないとやれないスポーツなんですよあれそうね誰かとやっぱ一緒じゃないとねうんやな一人でやってるとね変な人になっちゃいますそう完全に変よ 完全に変完全に変だもんそうこれ間違いない、うん、そうまあなんでちょっとね来週はおそらくその現地での様子とかをお届けるする放送になるかなと現地のその様子をそう,<子>をそ,うそうだよ生の様子を撮ると iPhone で撮って <laughs> 久しぶりになんか、うん 外だなみたいな感じの収録になるかなほう、うん。と予想してます。楽しみめちゃめちゃ。いやー楽しみっすね。そう。いやー勝ちたいね。勝ちたいというか、うーん、1回上がりたいね。目標。そうだね。目標、本当に。僕はちょっと違うチームで2回大会に出たんですけど、ああ先週初めて1回ちゃんと上がれました。その スリーマンセルで<う>だから結構達成感ありました、まあ、負けちゃったんですけど全然その後うんうん何初めて出場した時はあれ50点を3人で上がらないといけないんですよぐるぐる回しながら<ん>50点でねそう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 、うん、やっぱその最後の1人とかがさプレッシャーかかるわけよ結構かかるねそうでもそれをやっぱ3人で上がれたら うおーやったねみたいな。いいつながり方できたじゃんみたいな。なるほどね。そう。チームワークっぽいものが生まれるので。うんんそうやっぱ上がりたいですね、一回は。多分ね、3回ぐらい戦うと思うんで。そう。一度でもいいから上がりたいかなっていうのを目標にしてますけど。いやー、俺、決めるとこで投げたあれってさ、<laughs> 投げる順番とかは自由ああ、自由だけど。 うんと決めた順に投げないといけないね、その試合の中で。あオーダーは決まってるんだ。そう、オーダーは決まってて、そ試合ごとに変えることはできる。オーダーを。そう、投げ順ね、めっちゃ大事だから。いやー、俺ね、一投目は無理よ。あ <laughs> そう。<laughs> あそう。俺、一投目は無理。俺もブレイク苦手なんだよね。そう。うん、わわわわわ お前、誰がまあ、まあ俺がやるか、じゃあ一投目、多分まあまあ、そうね。そんな感じになるけど、まあ、うん、結構大事です、順番。すごい、だから、緊張しますけど。いや、俺はね、やっぱ中学校のね、サッカーの試合で、結構、雨で土砂降りの時のしない相対でさはい、はい、はい。ああ、相対ね。うん。うん、あの、もうグランド駆除の状態で、試合やってた時があったんだけど、はいはいはい。はいはいはい、結局、その試合が PK になってね。うん。<ー>嫌なやつだ。そう。うん で順番回ってきてさはいで蹴ったら下ぬかるみすぎてキーパーの手前で止まっちゃったことだったボールうん <laughs> 何番手しかもそれいや何番手だったかな結構ね <laughs> 後ろの方だったんだよだからね,ね結構香ばしいし <laughs> あーなるほど、ね、<こ>香ばしいよね、まあ、そうそのせいで負けたわけではなかったけどそうまあそこまでいくとみんなミスるしなもう そんでそこまでいくとなまあちょっとねまあ本当に泥水をすすった曲があるんですよはいはいはいアメリカのシャツあねまあ PK みたいなもんだからねやそうじゃんそうなんですよそうですそうですやだよ俺これね間違いないよ15年越しにそんなそんな思いしたくねえよ面白すぎる フラッシュバックすんなって。フラッシュバックしちゃうね。幼き頃の記憶って。<laughs> 確かに PK っぽい緊張感あるな、モルックって。うん。なんだろうな、あのなんかね、大会特有の、いや、決めて当然じゃんみたいな雰囲気がね、うん、やっぱそれ助長してるわ。そうだよね。うん。当たるに決まってるじゃんみたいな。嫌ですよ、ね。当たって当然みたいな。嫌ですよ、空気。いや、頑張りましょう。うん、大丈夫、大丈夫。俺は背負えねえよ、チームを。<laughs> でもなんかさ、PK もそうだけど、絶対やばい瞬間、誰かに訪れるから、うん、絶対、絶対訪れるんで、それがやっぱ面白いっすよ。本当に、チームで出ると。そうねぜ。絶対みんなやばい時来るから。俺にも、佐野にも、もう一人出場する友さんにも、絶対やばい時が来るんで。これもね、ちょっと見ものですよ、なかなか。そうね。うん、はい。 いやーまあ、その様子も、来週は。そうですね、ちょっとね、うん、一試合ごとに、ちょっと、いや、ど,どうでしたかみたいな感じで、やっていけたらな。そうねいや。勝つのはむずいよ。つ勝つのはむずいね。勝つのは本当にむずい、ねあの。3ゲームで2連勝しないと勝てないのね。2セット取らないと勝てないんだけど、2セット取ったことないですね、僕、大会でまだ、一度も。そうなんだ。 そうそれぐらい勝つのむずい勝ち切るのむずすぎ <laughs> あのゲームまあ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 僕はね、うん、そのまだ競技勢じゃないですからそうそうそうちょっと楽しんでね、うん、深夜大工を広めていきたいなという気持ちでいきますそう,、ね、うんで,ですねていう感じですかねまあ,あ<の>そうね来週の放送予定ですけど、うん、た楽しみだな あったかな今週ないなないな本当にまあないよねないようんこの後ちょっと練習してきますそうこの後ね練習があっそのくんもそのくんも引き連れててか今日なんかあれだな練習行くんだったらその後と取ってもよかった感あるけどまあいいやまあ練習終わった後取ってつなげたっていいしねうんね確かに確かに確かに それでもあり全然ちょっと行ってきましょうじゃあはい取るかは分からないですけどちょっと来週に向けて頑張りますいや頑張ろう頑張りましょう行きましょう頑張ろうはい俺モルクのために飲み会断ってんだからじゃそれは勝ちたいね勝ちたいというかそれはなんかいい思いをしたいね俺は結構好きなメンバーと飲み会誘われたんだけどその29日にああそうなんだ俺はもう断ってるからそれはビシッと それじゃあ頑張ろう。うん。うん。頑張って。T シャツも作ってるんで。そうだね。結構いい,いい出来になってるんで、あの、欲しい人いたら連絡ください。はい。はい。販売します、た販売します。はい。データはあるんで。はい。それでは。で <laughs> はではではまた来週。はい。お疲れ様です。はい。で <laughs> はでは。なこれどうやって閉めてたたいつも。 <laughs> えっと、今日やばいね。今週ひどいぞ。<laughs> 頭も尻もひどい。そうだよお。お疲れ様ですとか言っちゃったと思います。お疲れ様ですってなんだよ、<laughs> 俺のところ。電話切るのかなと思った俺のところ。<laughs> えっと、皆さんからのお便りなどもお待ちしております。フォローなどもよろしくお願いします。<laughs> それでは、えー、っと、深夜でく八80回目、えー。今回もお相手は根本と。 80だよあと20で 100! いどうなってんだよしかも俺もう一本ラジオ持ってるからさラジオ慣れしまくってるはずなんだけどさそうでしょこうなっちゃうんだよなでもはいちょっとごめんなさい今閉めるじゃないかとったんですけど80で今だとまあ1か月4週でうんうんあと5か月後にはそうだよ100回記念百回いっちゃう深夜大会アベレージで多分ね 月三ぐらいとそうそう相場で年末か年明けに100回迎えるそう百0 0迎えるねそも楽しみだねうんちょっとそこら辺で、ちょっと百回企画はちょっとねうんがもうぶちかまそうやりたいとずっと思ってるんでうんうんそれはそうちょっとね真摯に真摯に作っていきたいそうね大工をそろそろ0回まで 企画を練ったったていい、はいかもしんない、ね、確かに確かにこれはそうあと20回かうんなんでちょっと100回に向けて,頑張ってるんでまあ最後のね100回に向けて、うん、最後最後 <laughs> おいおいおいグランドフィナーレに向けてねおいおい <laughs> 終わらせたがりの差の出てるぞおいおいいやーカウントダウンが100回まで迫っておりますけど100回行ったら200回行くよ くか行くよいくよいやなんかさだかもう100回行く前提で喋ってるけど100回も続けたことある、はい、ええー、確かにこの何にも関係ないことでさそう仕事じゃなくてってことでそう仕事とかあれじゃなくてその100回続いたことでうんないな毎朝連続で飯食うだって100 続かないでしょ、うん、私は確かに連続ってなると無理だねうんうん、100回、まあ、いやでもなんかなんかあるはずだけどな、うん、なんかはあるわ歯磨きぐらいだろいやなんかはある歯磨きもあるしうんいや俺絶対なんかあるな <laughs> 絶対ある <laughs> あ百100日読書したことある100日しかないそれあるわ1個ある 連続100日取り決めてやったことあるへえそうで全部なんかレポートまとめたその1日休んだ一日休んだない休んでないこれいやこれね明確に休んでないいやこれ昨日の分いや休んでない休んでないこれは本当あのまず僕の X さかのぼってくれ でめ分つって <laughs> 言ってないあと今読んでないけどまあまあ,、まあ、ま,あいきまあこんな感じかみたいあめっちゃ薄い本選んだ時はある <laughs> <laughs> 同人同人な,なんかその薄い本同人したんなページにすると多分60ページぐらい、うん、でも活字よちゃんと<ー>60ページぐらいの活字を選んだことはあるけど超 超,超新書みたいな。<laughs> そ,うそうそうそう。超新書のさらに薄いやつ。新書って120ページぐらいす、ね。超新書 <laughs> 超新書 <laughs> 超新書を選んだ。うん。ことはありますけど、うん。それはそれあるわ。うん、まあまあ、続けかせばある。そうだ,ね、だって、まあ、深夜メークやってほら1時間しゃべってる時もあれば、<う>今回みたいに30分ぐらいで終わる時もあるわけだからそうですよ。うん 大事なのは続けることだよ。そうね。うん。コンスタントに <laughs>。はい。その月3でも、各週でも何でもいいから、出し、出していきます。うん。シニア大工、よろしくお願いします。はい。ああ、100回楽しめだな。まあまあ。というわけで。はい。失礼しました。はい。失礼しました。え、今回のパーソナリティも根本と。そうでした。それでは皆さん、おやすみなさい。おやすみなさー、はい。また来週。